私にもだんだん血が流れてきましたか。なんかちょっとだけなんかホッとしたような雰囲気が出てましたけど、いやーやっぱりそうだと思いますよ普通は、まあまあ、本当は怖いっすもん。まあ、ただ後で聞いたら否定されるかもしれないけど、ね、いや全然何も考えてなかっただけです。あ、そう見えましたかっていう、ね、はい、お、堀チャンスですよ。初チュン統一でドラチーマ1枚、うん、おー珍狼だ、珍狼通った、珍狼か三色同行が狙える。でも、はい、飯崎さん、はい、泣かない黒沢が1個目の9万ポンって、あのみんな多分最初に思うのが珍狼党だと思います。だって陳逸だったら泣かないもんね。陳逸ぐらいじゃ泣かないですよ。何しろダブトン統一の時にお水飲んでる人ですから。うわ珍狼だぞ。え、ちょっと藤崎さんちょっと待ってください、はい、冷静にジャッジしていいですか。はい、急走が小林の手に1枚あるんですけど、急、はい、ピンとイーソーは2枚ずつ山です。はい、出ずとも仕上がる可能性十分ある。その前に E マンか E ピンを引きたい。まあただ他の人がスピード感あるからね、その兼ね合いですか。そうですね、特に堀は、あ、伊達も、うん、でもこれ100万が勝ってるかもしれないという場面でリーチいけるかどうかですよね。まあただ伊達さんは両面でね、伊達も見えてきましたから。あ、急走出ますよ。まずは何かトンか、急走だ、ポン、ポン、やっぱりお前やってるなと。そりゃそうさ、仕掛けてるのはライデンの黒沢。この人のポンを軽く見ないでほしい皆さんね。3色同行だけじゃないですからね、何打ってもよかったですけどね。よかったですよ。事実あの堀はねシャーとかやっぱ自敗はバンバン打ってるんですよね。うん、だって翻弄トイトイを狙ってるはずがないですからね。翻弄トイトイ3色同行を狙う人じゃないので、はい、うわ来た藤崎さん、 E ピンは山さん、うはー、いやあるあるある、あ9万だ、あ9万ポンしてる、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、うん、E 層2枚、 9 ピン2枚、 E ピン3枚ある。いやこれ3色同行出る前に珍狼出ちゃうんじゃないですか。うわー堀が来た、ハットポンだ、しかしまだ結構遠い。 でも黒沢の手にチュンがありますので、このチームはかなり泣けますよ。うん、そうですね、はい、黒沢のポンはあまりにも不可解だ。伊達も白は切りそうですけどね。そうですね、はい、ただチュンポンって言われたらアウトですよね、堀さんにね。そうですね、チュンポン言われますからね、これ後にどっちが先か。ただテンパイまで引っ張りそうな気がするので、先にテンパるか、はいはい、黒沢さんのチュンが出るのが先か。切る、いや先に切られてしまったという感じ。テンパった、これなら白だ。さあ伊達が行く、パーピン、パーピン0、ウーピン3。役満なんて今期は私だけがやればいいのよと。なるほど、はい、本当だ。伊達さん、あ黒沢さん、あなたの役満私が潰してあげ、あ藤崎さんポンロンですよ、これポンロンですよ。そうね、おい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 、ウーピン3枚、ウーピン3枚、黒沢の役満の種は2枚2枚1枚ですよ。おい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 、伊達さん危ないぞ、危ないぞ、これはマジで出るかもしれない。まあこれ危ない。ただ黒沢ウーピン掴んだ瞬間にアウト。おいおいおい、ポンロ、いや何先切らない、何先切らない。イーソー、イーピン、キューピンはイーソーに9ピンに E ピン1。これ E マンはどうするんですかね。いや切らないでしょうね、これ E マンいったら。だってパーピンも危ないですからね、だって3層いっちゃってますから、あの黒沢が。いかないです、いかないです。でも E マンなんか小林さん乙女になってくださる、それはですから、ウッパーピンも切らないでくださいね。私の役満が今から炸裂しますので少々お待ちください。5000、はい、黒沢さんのモノマネってことでいいですか。モノマネです。5000、あポンだよ、3枚、3対3、辻崎さん、伊達ちゃんいっちゃうかもしれない。や
ばいやばいやばいやばい、ウーピンか一品検品か、ウーピンだ、逃げ切った。黒沢悲しそう、人生で初めて悲しそうな顔した。裏ドラ表示牌に9ピンでしたね。9ピンでしたか。幻の役満チンロー当然と思いましたね。3枚ですよ、チンローがだって。ね。いやー、酸素が薄いエブリーグスタジオ。どうなってる。ちょっと息苦しい。チンロー当はテンパイも初ですかね。あ、テンパイも初ですね。エブリーグにおいては。はい。